はい、あきらです。今ここはね、国道122号線、足尾から日光に向かう道ですね。この途中にね、日測トンネルっていうのはこの先にあるんですけども、その手前のね、トンネルを通らない旧道っていうのがあるんですね。そこを今、行こうと思ってます。もうすでに旧道に入ってますね。で、これがね、なんか20キロ近く続くんですね、この旧道が。これがね、非常に面白い道だったんで、ぜひ、紹介したいと思います。これ、今も国道だと思うんだけども、もう今となっては完全にひどい方の国道ですね。で、今ね、これアフレコなんですけども、まあ実はこれ走ってる時に、喋りながらやってたんですが、マイクが実は繋がってなかったんで、まあ声が取れてなかったんですね。ということで、アフレコで、今、上りですね。これ足尾側から行くとね、あ、こう左に見えるのはトンネルの入り口のなんか排気筒かなんかですね。で、これ足尾の方から行くと、上りがえらい急で、頂上までが割と短くて、下りが長いっていう峠道になってます。これね、まあ見ても分かる通り、ほとんど車走ってないですね。で、足尾柄からは、このつづら折りの、まあ、急な登りがずっと続いてます。これは結構面白いですね。ということで、まあ、この国道部分、走りながら、またつづら折り、結構急だね、これね。これ車のね、長い車だとかなり大変なんじゃないかなと思うね。まあ乗用車だったら問題ないとは思うけども、大型車はね、厳しいな、これね。これ、トンネルできるまではここを使ってたんだと思うんだけどもね。まあ、かなり難所だと思いますね。からね、やっとなだらかな感じにはなってきました。まあ、この日は天気が良くてね、気持ちよかったですね。まあ、一気に狭くなったり、結構ね、道路の堆積物がねあって、非常に、まあ、落石とかもあって気は抜けないんですけども、まあ、気持ちよく走ることはできますね。落ち葉がね、踏むとね、ずるっときますね。これ本当に見事に対向車来ないんで、まあ、油断しちゃうんですけども、まあ、たまに走ってる車があるんですね。まあ、相当物好きな人なんでしょうけども、まあ人のことは言えないけども、だからまあ先が見えないところはなるべく左の端を走るように
しないといけないですよ。まあ、走ると結構葉っぱが溜まってるんで、そこはまあいろいろ限度はあるんだけども。途中脇道があったりね、まあ、あまり行けそうな感じではないけども、あ、対向車来ました。まあ、これ車で行くのは大変だなとは思いますね。頂上ですね。これね、足尾側から8キロで、日光側はね、十何キロある、20キロ近いなんか距離があったそれと看板に書いてありますね。で、頂上の辺になんか登山道の入り口があるみたいです。ここから下りですね。左の方はね、結構ダラダラと、まあ長い、そんな急じゃない坂が続きますね。で、これね、道路からね、なんか景色がいいとこあるかと思うと、結構木が茂ってるんで、そんなには見晴らしが良くないですね、車道からだとね。まあ、徒歩で登ればとか見晴らしがいいところもあるんだとは思うんですけど、でだいぶ下がってきました。これね、日光側のね、街が見えそうでなんか見えないんだよね。これちょっと向こう側はね、なんか下の町が見えそうなんだけども、ちょっとって感じですね。結構途中道が荒れてるたりしててね、ブレーキのかけるポイントがちょっとね、遅れちゃうとドッドッドってなりますね。おーですね、なんでこんな、ね、うちが走ってくんだかっていうので、ちょっと今動揺してます。見えないところは極力左側を走りましょう。で、まあどんどんだいぶ下ってきたんですね。それにしても長いですね、やっぱね。で、この下のトンネルですね、一足トンネルっていうのが、長さがね、やっぱ3キロ近いですね。ただ、ね、まっすぐ3キロのところを、まあ、峠でぐねぐね行くと、やっぱ20キロ以上の距離があるっていうのはね、
すごいですね。幕大でどんどん高度を下げてるんですけども、まだまだ続きます。この先に見えてる平地の方まで降りるんですけども、この辺はなんか植林してあるみたいですね。なんか昼なお暗い感じになっちゃいますね。まあ途中なんかねバイクと正面衝突しそうになってだいぶ動揺したんですけども、まあここはただただまあ安全運転で行きましょう。台の方はだいぶなだらかでね、まあ、つづら折りではあるんだけども割となんか直線が長いんですね。下見えるかなってことで今見てますけども、なんかハイキングの人ですかね。結局ね、すれ違うのはこの車とバイクで、まあ、3台だけですね。なんか滝みたいになってますね。で、ここでどこまで行くんでしょう。結構これは葉っぱが流れててちょっと慎重に行かないと危ないです。でこの道はね、まあ20年30年ぐらい前かな、トンネルできたの30年以上だと思うんだけどね。まあそう、トンネルできた以降はだいぶ使われなくなってもうね、こうなんか猿に占拠されてる感じだったんですよねこれね。木に登ってましたね、最後からね。まあ結構野生動物もね、出てきやすいんでしょう、この辺はね。職人のところをね、まあ、暗くなっちゃってね、葉っぱが落ちてるしで、まあ本当どこまで続くんだっていう感じだけども、路面自体はねそんなに悪くないんだよね。まあところどころ悪いとこもあるけど、まあおそらくもう何十年かメンテはされてない感じではあるんだけども、すごいんだよね。
降りてきました。そろそろ国道に、元の国道にぶつかるはずなんですけども、ガードレールとか相当古いんだよね。今の国道122号線ですね。これ右が日光方面です、はい。やっと出ました。でここからちょっと進むと、国道120号線にぶつかります。これ左は、いろは坂ですね。で右行くと日光市内ということになります。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。